おはようございます、くるみです。今回は子どものバレエ何歳から始めるべきということについてお話をしていきたいと思います。それではスタート。皆さんはバレエを何歳から始めましたか？何歳から習わせようっていうふうに思っていますか？私は5歳になる2ヶ月前の4歳の時にバレエを始めました。4歳からバレエを始めて、今25歳になるんですけれども、ではバレエって一体何歳から始めるべきなのかって考えたことありませんか？海外のバレエ学校では一番下の学年はだいたい8歳から9歳前後の年齢の子が一番多いです。日本でいうと小学校3年生ぐらいですかね、からバレエ学校でバレエを学んでいくっていうことがかなり今多いバレエ学校の年齢になるんですけれども、日本では2歳それこそ1歳とかでバレエ教室に通えるお教室もあります。教室によっても幼稚園のお子さんの教育方法っていうのは本当に様々で、どのやり方もいいところ、そして良くないところもやっぱりねあります。全ての物事に今どっちの面もあると思うので、このね幼稚園からバレエっていうことに対してもやっぱりどっちの面もあるかなっていうふうに私は思っています。今回お話しするのはあくまでも私の個人的な意見なので、参考程度に聞いていただけたら嬉しいです。まず結論から言うと、私は4歳から6歳ぐらいの間にバレエ教室に通い始めるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。なぜね3歳や2歳じゃないかっていうと、私はバレエを習う上ではやはりまず自分でトイレに行けて、右左が分かる、そして数が数えられるっていうことが結構最低ラインの習い始める基準かなっていうふうに思っています。ただそのバレエ教室によっても教え方っていうのは様々なので、カリキュラムによってはね、もっと小さいお子さんから通ってもいいのかなっていうふうに思います。私が通っていたバレエ教室では幼稚園のお子さんには基本的にバーレッスンっていうものはありませんでした。幼稚園のうちからそのバーレッスンっていうのはやっていなくて、想像してなりきったり、リズムを取ったり、そういったその表現だったり音感だったりっていうのを育てるようなレッスンがメインでした。私は本当にこれから体が出来上がっていくっていう幼稚園のお子さんには、体にねかなり負担の大きいそのバレエのポジションだったりバレエの動きっていうのを詰め込まなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。これは本当にいろんな考え方があるので、どれがいい悪いってことではないんですけれども、私はなので、幼稚園ぐらいのお子さんにはやっぱりね、その後に響いてくる音感だったりリズム感だったり表現力だったり、そういうものの地盤になるようなものを教えてくださるようなお教室がいいんじゃないかなっていうふうに思っていて、なのでそういったことをやっているようなカリキュラムでしたら、4歳よりももうちょっと下の年齢でもいいかなっていうふうに思うんですけれども、一番下のねお子さんのクラスでもバーレッスンとかかなりしっかりバレエのカリキュラムをやっていますっていう教室だったら、目安としては4歳とか5歳とかある程度ね自分のことが自分でできて簡単なね指示が通るぐらいの年齢になってからの方がおすすめです。特に今小学生ぐらいまでっていうのは体もねどんどん出来上がってくる時期なので、バレエのポジションっていうのは体への負荷が結構大きいんですね。やっぱり足を開いたりとかするっていう風になってくるといろんなところに支障が出やすいので、長い目で見て怪我をしない体を作っていくこと、そしてそのリズム感だったり音楽性だったり表現力だったりっていうものを身につける基礎を作るっていうような観点でバレエを始めるっていう風なバレエの選び方、バレエ教室の選び方が私はおすすめです。やっぱりどうしてもバレエ教室に入ってバレエを習い始めたっていうと難しいポジションをね最初からやったりとかバレエのね技をやってほしいって思うのがやっぱり親心なのかなっていうふうにも思いますし、幼稚園ぐらいのお子さんでもね結構小学生割にバレエがしっかり踊れたりとかする場合もあるので、すごくねさせたいって思う気持ちもすごくわかるなっていうふうに思うんですけど、やっぱり体の負担とかそれ以降に役立つものを身につけられる時間として、やっぱりあんまりねすごく早くからバレエを始めるっていうのは私はあんまりおすすめしていないです。なので本当にお教室によってね、特に幼稚園のお子さんに対してのカリキュラムっていうのは本当に様々みんなそれぞれなので、
いくつかね、まあ、見に行ってみて、どういうのが、まあ、体に負担は少ないけどこれから活かせるものを学べるかどうかっていうのを、なんかどれだけバレエの動きをしているかっていうことだけに注目しないで、どのくらい体に負荷がかかるかとか、今後にね活かせるようなその表現とか音感とかっていうのを学ぶにはどういうものがいいんだろうとか、先生が何に着目して教えてらっしゃるんだろうっていうところを見てみるといいと思います。どれだけ小さい子がどれだけバレエの動きをしているか、どれだけバレエをいかに上手に踊っているかっていうことだけに着目してバレエ教室選びっていうのはあんまりしないでもいいんじゃないかなっていうふうに思います。それがじゃあ必ず悪いかっていうと、まあそうではなくて、特にねもう私が住んでた地域がそうっていうのもあるんですけど、まあ小学校のお受験だったり、まあ中学受験だったりっていうのを考えると、バレエを習い事として習える期間っていうのは、まあ、短いとも考えられるので、まあその短い期間でね、いかにその、まあ、バレエに触れてバレエの動きを身につけてバレエを楽しむかっていうふうに考えると、そのまあ海外のバレエ学校みたいに9歳とかから本格的なねバレエに取り組めばいいんじゃないかっていうのも、まあ一概には言えないっていうのも正直まあ分かるなっていうふうに思うので、何がすごく良くて何がすごく悪いっていうことではないんですけど、やっぱりねあのバレエの動きは体に負荷がかかるものなんだっていうことをまあ忘れないでほしいなっていうふうに思います。ちなみに今私の通っていたお教室、私のお世話になったお教室では、まあ、先ほども言ったんですけど、幼稚園の子には基本的には例えば1番のポジションだったり2番のポジションだったりっていう、少しずつまあポジションも覚えていきます。そのまあポジションを覚えるのも180度開きなさいっていう風に強制することは全くなくて、まあ、このねポジションの間にこうハートの折り紙とか置いて、まあ、こういうポジションがあるんだよっていう風に、まあ、ゆっくりゆっくり教えていくスタイルです。で、まあ、あの魔法使いになったり動物になったりいうような、まあ、なりきるっていうことをやったり、いろんなね小道具を使って、まあ、ケンケンパの練習とかをしたり、本当にいろんなアプローチでその、まあ、幼稚園の間に身につけられるもの、幼稚園の間しか逆に伸ばせない能力みたいなのが伸びるような方向性に持っていくようなカリキュラムでした。私はまあそうやってゆっくり育ててもらえたっていうのは私の体にはすごく合っていたので、すごくね良かったなっていうふうに思います。特にね、まあ、小1とか小2ぐらいまではバレッスもねほとんど両手バーのことが多かったですし、まあ、ピルエットとかも小3ぐらいからちゃんと練習し始めた感じだったので、本当にゆっくりゆっくり育てていただいたんですけれども、まあ、そのおかげで大きくなるまでほとんど大きな怪我もなくバレエを楽しく続けてこれたので、まあ、いろんなねバレエの取り組み方があるっていうことを、まあ、知ってほしいなっていうふうに思います。私は教育の専門っていうわけではないので、まあ、その時期にねどんな感性が伸びるかっていうことについてあんまり詳しく学んでいないので、結構ねまあぼやっとしたお話にはなってしまったんですけれども、まあ、ぜひね何か参考になれば嬉しいです。今日の動画はこれで終わりになります。このチャンネルでは主にバレエのことについてシェアをしています。興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。